バディーズチャンネル始まるほー。今日はなんとワンコそばにチャレンジ。今日はワンコそば立花さんにお邪魔して、なんと関東唯一のワンコそばらしいです。本当有名な方たくさんいます。なんなら入れてくれるお母さんも有名な方だから、ね、名物お母さん、ね、はい、名物だから今日はね、本当に気合入ってますね。皆さん図が高いんじゃないですか。うちのバディちゃんキングの方、いやマジで 5.25 すいません。そして激辛、ミスター激辛マスター、やっとですかと。今日もだから称号増えちゃうんじゃないですか。またいいんだって。バディちゃんご褒美企画多いよ。激辛とかさ、マックいっぱい食ったりさ、ご褒美が多いなっていう。今じゃあ初めて多分この動画見た方もいるかもしれないんで、とりあえず功績だけちょっと。あ、そう、皆さん、あと、はじめまして、小川フィノリと申します。食べ物企画といえば今一応バディーズ僕でやらせていただいてて、フィノリなんですけど、まあ、大食いは胃袋の大きさ関係ありません。根性です。根性この後見せてあります。待っててください。ちなみにここのお店の記録聞いておきます。はい、まず男性の平均が80杯。80杯すごいと思うけど。80杯で、このお店の最大記録が705杯です。バグってるバグってる。いいやから。え？絶対途中で捨てちゃってる。700？昨日の夜めちゃめちゃ食いました。まず膨らませるために、はい、胃を膨らませる。そしたらもう今日朝起きたらもう全部やがってお腹すきすぎて、これでもピッてなっちゃうと思って朝ごはんも食べて、今この朝ごはんも食べて、そうそうそう、広がるから。で、今何ですか？2時ということで、もうこの広がった状態で来てるんです今日。僕今日黄色いですけど、切り込みわかんないわ。結構黄色いですけど、黄色いですけど、結構黄色いですけど、実はお腹空いてます。黄色いのに、黄色いなりにね。黄色いじゃん。平均は超えたよ、さすがに。80は男としてね、男としてそこはね。オッケー。300は行きたい。お、行ってほしい。切り込み見たい。100です。行くとこ見たい。あります。前回のラーメンはめっちゃ食ってたから、麺が得意ってこと？麺は多分。勢いで行く。あ、じゃあ今回勢いしかないよ。そう。ちょっと期待大だね。期待大。ワンコそば行きたかったんですよ。じゃあツーショット撮ったの？あ、これ記念撮影じゃないですよ。旅行に来てるわけじゃないですよ。平均80なんで、倍の162。おお、強気の。意外といけそうなイメージ。ユウマもいけんのよ。行きましょう。いや、マジで普通に楽しみですね。ということで今回はバディちゃん王者がいるんで、これもハンデが必要。はいはいはい、はい、ということで王者のふみどりくんとふみにペアをもう一人決めていただきます。ふみにペアだから2対3ってことですか。そう、2対3ってことです。そうだから、まずここでふみが、あ、俺はチーム1人いるんだ。誰を選ぶか。うん、うん、1人でいい。いらないよ、失礼だよ。じゃあ一体ユーマ。ユーマだよ。しまあチーム戦と言ってとね、もうこんなの個人戦ですから。そうだね、個人の記録、個人の記録をしっかり出していきましょうよ。はい、出しましょう。早速ですが、召し上がり方説明させて。ありがとうございます。すでにお味付いた状態でお飲みですが、そのままの状態を召し上がりいただけます。どんどん上げするので、どんどん召し上がっていただきます。かしこまりました。お腹がいっぱいになって、もうこれ以上食べれないとなりましたら、お椀の中のお蕎麦は必ず完食をしていただいてから、先ほどのお蓋を閉めいただいて終了となります。はい、一度蓋をなさいますと、もう一度開けて食べ直すことできません。できません。時間制限ございませんが、お休憩もございません。食べ続けていただいての時間も制限です。はい、なるほど。じゃあ準備の方はいいでしょうか。はい、大丈夫です。僕が良いスタートと言ったらスタートです。いただきます。頑張ってください。いきます。いきます。良いスタート。はい、よいしょ。あ、もう少しあのお椀を上の方に。そうですね、ごめんなさいね。はい、よいしょ。よいしょ。はい、どん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 。はい、じゃんじゃじゃんじゃん。辛くね。はい、よいしょ。よいしょ。はい、どっこいどっこい。はい、だんだんね、食べるのも慣れてくると思いますので ね、なるだけおつゆはお飲みにならずに、お蕎麦だけツルツルとね。こっち32です。はい、いや、スピード関係ない。28。次28。
胃袋の大きさ。そうね。33。自分のペースでいこう。やっと3分の1ぐらいだぞ。頑張れ頑張れ。はい、今これ29杯目。48、美味しいね。まあ、次食べてみようか。次食べてみよう。55、ゾロ目っていい数字だよね。5本量はじけ。55、ふみやくん限界近いじゃないですか。できるよ。57行こう。次何持ってんの。まだ今安倍さんいないから。持ってんの。はい、食べて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 。ここで普通の男ならば脱落するところをユウマは左手がおかわりの方に向かっていく。諦めを知らない男を乗せユウマ69をここで83で83。いっちゃおういっちゃおう。88いった。でもこれは食べないと終われない。どちらにせよ。野球で言うと7イニングはラッキーセブン。何が起こるかわからない。乗せユーマ、ここで何をするかわからない。左手はどうなる。入れた。お椀が縛らないと終わらない。そういうこと。73杯目。ルールは大事。ルールを厳しく。90。すごいね。ナイス90。100いこう。乗せ75はいきたいんじゃないか。おはじきはまだ揃っていない。ラッキーおはじき。いけるお前ならいけるね。今73。あと2。キジ1。はい、頑張れ。よいしょ。よいしょと。よいしょ、怖いよ。ゆっくりでいいよ。はい、よっこいしょと。ルミアに負けたらもう勝てない。頑張れ。もう20の差をつけられる。差がいてる。20敗差。頑張れ。これ味変も言っちゃう。お前男だ。頑張れ。頑張れ。ルミアに負けていいのでしょうか。ちょっと待ってほしい。絶対食えるから。ルミアに負けていいのでしょうか。73。今の左手はおかわりの方へ。74。さすがです。男を見せていく。ナイスガッツ。これは数じゃない。男の限界。限界を超えた先に何がある。お母さんの見つめる眼差しにはワンコそば。ワンコそば。ワンコそば VS ワンコそば。ちょうるさいわ。実況だからね。これで100。これで100です。100なの。すごいね。これはすごいよ。はい、ユーマ80です。いける。海ならいける。100いきます。いけ。よし、いっちゃおう。はい、ナイス200。えぐい。ユーマ80、ナイスファイト。すげえ。ここでご褒美オレンジをいただくのか。ご褒美オレンジが。これは200いけんじゃない。105で7になる。すごくね。すごいよ。海はすごいね。83いった。はい。すごい。これ次105。美味しい。104か。美味しいね。ワンコそばね。あれ、ユーマ勢いが上がってきてる。気をつけて。ユーマの勢いが上がってきちゃってる。気合い来ました。ユーマさんの気合い。いやいや、ユーマ何回も100いっちゃうこの感じ。次89だもん。早いね。確かに。すごいじゃん。意外と海は普通だね。あれ、やばい。今これで90で、これいったら90。あー、それを言うか。今きつい。いや、いける。うわ、すごいよ。強いぞ、今。おかしいよ。突破中です。なんで結構プレッシャー。俺はい、90ドン。すごいすごい。いや、ペースが上がってます。ペースが上がってきてる。これウサギとカメですよ。カメだ、ユーマ。カメだよ、あなたは。ゆっくり食べ。どうする、どっちがギブアップする。91。やろうする。92。この時間、留守時間がもうお腹いっぱいになってるんで、たぶん。
聞かなくていい。スピードが完全にユーマが今だいぶ追い上げてる。確かに速くなってる。頑張れマンコ。ユーマくん頑張れ。ユーマすごいんだよ。ユーマなんか冷静だな。ワンコのおかげ。何考えてる。95ワンコ。ワンコでいっぱい出た頭が。ワンコでいっぱいだ。やばい。任せてもいい。いやせめてフミヤ倒さないと。そうだ、3人いるもんね。そうだね、やっぱマインドが違うもんね。どうプレッシャー感じてる。これ先に落としたら負けだと思うんだよ。うん、負けだね。ユーマなんと。ユーマこれ口に入れちゃうと。チャリリン100。すげえ。マジ。さっき20も差あったのに今10だよ。すごい。俺。いやこっからきついぞ。ユーマは違うよ、気合が見せるよ。いいよ、ぶっちゃけ終わっても全然余裕で勝てるからこれ。うん。ダメだよ。最初めっちゃ舐められてる。1500いくんだから。101。めっちゃめちゃ。母さんが現実を突きつけてくんのよ。101。何？お前食ったら行くで。食ったら入れる。なくなったら入れる。本当無理だったらすぐ閉じないとね。そうだよ。102。許しませんよ。完食しないと閉じれないから。そうだよ、食べないと。ここまで来たら本当に負けたくない。ネギとか生姜とかあったらいいんじゃない？いや、これで114。109。あと5。あと5でいっちゃうの。そう、さっき10だったのに。ガチすごい。もうどんどん追い詰めてね。いく。終わったかもしれない。あれ大丈夫。はい、109。14だよね。そう、これ10。5はいく。110、これで食べたら、これおらく。わぁ、すごいわ。さっきのみー。美味しかったです。まだ終わってませんよ。はい。まだだよ。食べてから。まだ終わってませんよ。食べてからだよ。おらいいよ、頑張ろう。今日は鬼これでラストでもいいよ。フミはそれで110。110 5いけました。あ、5いった。うわーい、ガチ。嘘でしょ、ちょっと無理しないで。伸ばしていく。本当気をつけてね。ラスト。いや、ナイス。頑張った。頑張った。ごちそうさまです。はい、美味しかったね。フミは何ですか。116。116。はい、ナイス。ナイスナイス。本気の16。すごい。116です。え、すごくね。116って。普通にすごくね。じゃあせいやスタート。いっちゃおう。あ、今食べた。113作る。はい、よいしょ。すごいよ。いただきます。はい、よいしょ。これ休憩しよう。ちょっと早くない。休憩をしてるよ。休憩しないよ。はい、よいしょ。あ、ごめんなさいね。はい、よいしょ。はい、今115。すごい、やっぱこの入れ替わると速さがやっぱすごいな。はい、よいしょ。感じますね。せいやに連れてってもらおう。連れてってもらおう。はい、よいしょ。うわ、固めた。6。はい、よいしょ。今それ食べたら、すごい、せいやくん。同点、フミヤと同点。フミヤと同点。フミヤを超えるのか。その左手は、勝利へ。勝利の一歩は、勝利の左手が出た。すごい。悔しい。117を平らげる。え、マジすごくない。ここで蓋が閉まるのか。左手はまさか12。はい、じゃあ自分の限界を。うっそー、一番かっこいいじゃん。はい、だんだん9。はい、じゃんじゃん。20。ユーマ118。はい、ナイスファイト。結構最初の20が長いよ。大丈夫か。よし。はい、ということでフミ君が変わりまして、フミ君チームはラストですよ。うわ、ベルト解放した。準備の方はいかがでしょうか。喋んないやん。喋んないみたいな。やっぱガチやん。1500。嘘だろ。いないんですって。じゃあフミ君は最初から頑張ってくださいね。はい、いきます、スタート。じゃあ25です。はい、どんどん。25。はい、じゃんじゃん。はい、よいしょ。早いな。早いぞ。早い。めっちゃ上手選手みたい。なんかすごい。ゆっくり、つらいじゃない。嘘よ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。ファンタスティックお母さん。はい、よいしょ。大食いさん。ファンタスティック小川さん、どんぐらい行こう。いけそうっすか。はい、よいしょ。30。うわ、全然。これガチだ。はい、よいしょ。ガチだ。やばい。急がなくていい。すごいすごい。お母さんの心らしく違う。え、まだ全然余裕だね。
はい、どうぞ。はい、一回100までいっちゃう。俺のと起きたら100まで100あの早送りで行ってくれるか100まであの早送りで行ってくれるか はい、どんどん。はい、じゃん。はい、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 入ってます。もう見もしない。165です。えっと65。うわぁ、はい、大丈夫、落ち着いていこう、ゆっくりいこう、はいはい、巻いてペースは落ちる。こんなに速いの。やっぱフリ君自分もしてるからそこ巻いてくれてんだ。すごい、さすがリーダー。さすがリーダー、やばい、速すぎるわ。いいいいいい、気にすんな気にすんな、はい、いやマジプロやん。ファンタスティック小川なんだ。ダッセー。うわ、フミヤ笑うのやばいね。せやもうきつそうだよ。ワンと呼ぶワンコだよ。もう止まってきてるよ。止まって、ワン、どうしよう、高校してみようか。今もう逆行しとくね。もう95いきますよ。はい、どうぞ。95。リアルに300いくんじゃない。はい、行くよ。いいよ、ジャイアント。やばいやばい。95。違う。ごめん、黙っとく、マジで。本当に黙っとく。あの人、本当に良くないから、気をつけてね、次やる。100いきましたね。え、100いった。スルッと。さらっといかないで、100。俺、結構。はい、ここから流れてますかね。マリちゃんの方、ここから流れてますかね。よろしくお願いします。すみません、100いったので、ここからよろしくお願いします。ふみくん、簡単に100いくやん。じゃあ、ゆうまくん、ドン引きしちゃってるから。目が、やばい、怖いって。すごいんだね。いや、ふみやすごいかも。ふみやもゆうまもすごいわ。あれあれえあれあれあれせいや、どんぐらい今。95。6、7割ぐらい。ナイス、せいや。強っ。その言葉は待っていた。ふみくん、ちなみに腹何分ぐらい。10。こっからです。うちの10が10に開けれるからね。俺、こっからだから。そう、0が始まる。俺の10は、こっから0です。そう、0です。やっと、やっとか。わ、まずい、これ急に来たぞ。はい、よいしょ。急に来るよね。じゃあ、あんまり口に溜めない方がいい。マジで来る。あ、そう、口に溜めてると来るよ。きついぞ、結構。あれ、海どんくらい。これ、手120。結構120。やめて。120、化け物だって。化け物だよ。化け物の子。やめ、危ない、危ない。しいや、これ思ったよりきついんだ。どう、自分の顔映ってるでしょ。情けねえ顔してるな。俺があるからね、フミ君は。やめれないよ。それこれがあるからすごいよ。どう、自分の顔見てみて。情けねえ顔してる。来たー、せいやも来たー。今やったばっかり。やりたくなっちゃうんだよ。14? 12じゃない。12? 大丈夫、せいや大丈夫。え、どこ、どこ今。逆今どこ。112。ナイス回答。113。すごいじゃん、頑張った。じゃあ僕が美味しくいただいて終わりということで。いつもさ、マジで言ってほしい。ハンバーガー屋さん行った後にラーメン食ったりしてるから。言ってる。結構多分やばいと思う。いや、最近のシュートマジで食う。麺が強いんだよね。わかんない俺でも、最近のシュートが。現状をちょっと整理しましょう。ふみくんが126で、シュートが今から最後ですね。すごい。これで決まりますと、勝敗が。126。じゃあ行きましょう。よーい、スタート。はい、行くよ。では行きます。あら、オレンジが美味しそう。はい、どんどん。やばい。シュート君はペースがちゃんと自分のやつだよ。はい、ねえ、ありますね。楽しそう。どんぐらい楽しそう。すごいじゃん。一回一回良くない。よいしょ。ちょっと。
あれ、ま、だってシュート30、えー、シュートどのくらいいってんの今35、36、なるほど、はいはい、しょ37、はいはい、しょいいペース、はいはい、しょいいペース、お腹いっぱいになってくる、また待って、見た結構来てます。俺頑張って数えるかも。本当？意外と結構俺もいいんだけど。やべ、あの手が満足を引かないわ。入れてあげようか。やべ、笑えなくなってきてる。え、やばい。これ、待って。え、あなた大丈夫？何の話？あなたは何の話？何の話してんの？こいちゃ早い、今はい、こいちゃ16やばい、やばい待って、全然違う、思ってたんと食ったらわかるよね食ったら全然違うなぁ、わかんなぁ美味しいねワンちゃん、勝てんじゃね勝てんじゃん頼むぞ、マジでおい待って、本当に俺結構思ってたんと違うここで水が入ったやつちょっと待ってシュート俺マジシュートいつもめっちゃ食ってるやんねえあれは何だと思うあれ嘘ごめんどうやって嘘あれ嘘どこに行ってんのあれね嘘ついてんのなんでいつもハンバーガーからのラーメン行ってるやんあれ俺食べてない食べてないな嘘あれ嘘だよあと40杯以上いかないと俺がおかしいやんけこれどんどん今差が放たれてってことじゃん週1杯作るじゃんエビフライエビ食べちゃってお何反応してんだよはい52すごいふみくん今まで食べたつゆに自分の顔写してんじゃんもっともっと過去の自分は何て言ってんだ53お前よ情けねえ顔してんなすげえいけちゃういやマジでいやマジでうんこれ50だ50だ130シュートシュートの様子がおかしいシュートでで、で、で、で進化するポケモンだこれじゃ8シュウちゃんシュウちゃんシュウちゃん2桁だよすごいねなんかみんなおい何てめえ休憩してんだよあらららら俺結構来てます終わってから結構時差で来てるよ今読んでて何すか今138あと2おお俺はいくよ、うん、俺な59、58、59、58、59、58、59、58、59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 
ああ、ライブ会場はここか。でもどうしよう、席がない。チケット譲ってくれる人もいねえ。スタッフさん、なんか言ってる。こちら、ふみのり寝袋、機材席今から開放いたします。先着順でおいでになってください。機材席、かよわ。行ってきます。何人分ですか？2杯分。2杯しか入ってない。そこも2杯はでかいの。一緒にするもん。今美味しくしてんだから。俺なんかよく美味しくすんだ。よく入れたわ。でもこれ何がすごいって、俺結構本気で勝利で勝てると思ってたんですよ。だから2対3に絶対余裕だと思ってた。です。全然無理だったわ。カメの食事ですか、シュウさん。あ、いいよいいよいいよ。いいよ。今何？ありました。15だ。死ぬの早い。なんかもう入れないで。必死すぎる。ダメダメダメ。シュウさんの記録、okay、15。じゃあシュートシュート。あと何杯食べるのかな。きつさを知ってるから。おいやめてくれ、今は苦しめないでくれよ。あと何杯で勝てるかな。あと36くらいはいけるいけるじゃん。それはあるよ。うわ、いける。あるな。
金曜定点でやってから俺全部一人喋ってくれ。あの人だけなんでその空なので。お母さんと俺の二人っきりで。ですね。ありがとうございます。僕も付き合いますちゃんと。まさか大事な人がすぐそばにいたとはな。やれませんよ。こうして僕は守るべき人ができました。待って176いかなきゃいけないの俺。どこであがいてる？どこであがいてる？あれ？自分の顔見ながら食べるわけね。情けねえ顔してるな。情けねえ顔してるな、これ絶対。いや、してないな。お腹いっぱいの顔してるから。結構かっこいいよ、かっこいいよ、これ。あなたは一番美酒担当だよ、これは。じゃあ、ラスト食べて締めるね。いけー！情けねえ顔してんな。毎回バリちゃんは限界超えてくるね。俺またこれが1位だわ今。先月からよりもきついってこと？全然きつい。嘘でしょ。嘘だ。そんなことある？ある。やばいね。バリちゃんすげえよ。じゃあフィナーレ行きましょう。すいません。ラスト。はい、わかりました。古くそうやん。いいよ。早く締めないと。もう鳴らしてるよ。あとあとで後で一緒にデート行こうってだから。起きちゃう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 。すごい。いやすごい。ナイスガッツ。ナイスガッツ。危ねえ。マジですごかった、楽しかった、はい。ということで食べ終わりました。すごい。美味しそうでした。とっても美味しかったです。めちゃ美味しかったです。お蕎麦いいなぁ。まずはそっちのチームの数ちょっと、はい、116、113、はい、65 65で全部で294杯でした。いやナイスナイスナイス。いやすごいんじゃない。そしてこっち大本命ですよ。ユーマが勝つんじゃないですか。勝ちますよ。118。おお、まあ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 。で私142。ああ、142。合計が260。ぴったり。よし。ってことは、おお、じゃあ敗れた。負けちゃったか。いやでもふみくん新しい記録。142作れましたね。ちょっとバリーズ記録は作ったと思うんですけど、勝負はもう、いやもうなんかさ、あのチーム戦とはいえ勝った気しないよ。そう、すごすぎて。確かに。いや俺も、いや俺はもう全然悔しい。プロだ。いや勝つと思ってたんだけどな。勝ってほしかった。いやでもユーマがすごいね、気合い見せてくれたんで、俺はそこに感動しました。いやすごかった。マジで。そこのやっぱこう負けたくないっていう気持ちで俺もなんか頑張れたんで、ね、やっぱユーマを仲間に選んでよかったなって。いやでもマジ美味しかった。美味しかった。ぜひ皆さんね、はい、立花さん来てみてください。ね、美味しかった。はい、バイバーイ。バイバーイ。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。後で記念品もらいます。なんないもん俺。立原さん結構さ、もっといけたのかなとか思っちゃう。ってことは俺よりぶっちゃけな。多分よし、このページ1位だぞ今んとこ。ちょっと一言。もう終わったらもう。大切な人を見つけました。ちょっと置いてた。背景この手紙。あれあれ。あれあなたは。ごちそうさま。未来の自分に。あれでしょ、腕が。